9時50分。わりかしあっちゅう間に解決できたね。はいはい、一旦侵食を防げた。まあ昼の部はそうかね。こっちは歪みの発生源をちょうどクリアしたとこだけど、一見落着とはいかなさそう。予想通り他の箇所で新たな発生源が確認された。場所は首都南東エリア、共和国軍イーディス第二駐屯地。なるほどな。相応の状況よね。エスメレさんたちの歪みはある種の中堅地点に尽きない。なるほど。まだ気は抜けない状況のようだな。はい、そのようです。うん、一応エレネーは無事だけど。ええ、今は一旦休ませてあげる必要があるでしょう。そうですか。ならば私がサーバーの復旧と今後の解析オペレーションを手伝いましょう。ありがとう、クロンカイト。あなたの力を借りられるなら心強いわ。でしたらこのハルワタート号を拠点としてぜひお使いください。兄の代わりに各種指揮など私も支援させていただきます。助かります。カトル、こちらは任せて、お前もやりきってみせるがいい。この事態の真実にたどり着くまでお前たちならではのやり方でな。ヤンニーありがとう。絶対に真実を掴んでみせるよ。うんうん、だから3人とも待っていて。次の目的地は第二駐屯地ね。もちろん最速でお届けするわよ。どいつもこいつも頼もしい限りだ。そういうわけだ。こちらはこのまま空から向かわせてもらうぜ。こちらもすでに急行中だ。現地で合流しましょう。詳しい話は移動中にね。はい。3月22日10時21分、イーディス第二駐屯地に向かっています。はい、改めて言っておくと、共和国軍第11師団首都防衛連隊の拠点となっている軍事施設。初めて赤黒い魔装機に出くわした場所。1ヶ月前か。因縁の場所、初めて会ったあそこ。駐屯部隊と連絡が途絶え、その矢先に歪みが増大したか。ナージさんが言ってた計画ね。実はもう一つ深刻な懸念がある。何ですか？とある飛行艦が現地に係留中。ああ、イクサールバ級っていうこと？これね。やろ、あの夜落ちてきた。メインオールがね。はいはい。侵食を受けてる可能性は高いと。新型スペック？ああ、クロンカイト教授が手掛けた画期的なシステムを搭載してると。情報リンクや管制システムの重視し、艦隊レベルで高度な連携を目指し、強力な情報処理能力を保有していると。さすがですね。戦士一人一人が瞬時に連携できるのに、感動してもつながり合って動くとか。今分かりやすかったね。はい。ああ、なるほどね。はーい。懐かしの場所、10時27分。人の気配がない。出てきましたね。やっちまいますか。多いな。
うん、侵食進んでる。速攻で片付ける。うわー、もっと来た。ルネット作るかな、そろそろ。はい、来ました。狙ったようなタイミングで来やがって。ほんま処理よかった、なんとか間に合ったわね。別に狙って参上したわけじゃないけどね。陸路だったので少々遅れた。お前の車も回収してやったぞ。ありがとう。ちなみに発生源の特定も済んでるわ。悪い方の予想通り、あちらの格納庫、例の巡洋艦を侵食している最中みたい。やはりならば最優先で抑えるほかありませんが、そう簡単には通してくれなさそうですね。うわぁ。ここは俺たちで攪乱する。とっととケリをつけてきやがれ。誰に言ってるそれ。こいつらがそっちに行かないよう、せいぜい引っかき回してやるわ。わかった。ここは預ける。アニエさ、来い。おう。ゲネシスが必要になることもありえるからな。そうだね。わかりました。状況開始。一点突破で格納庫に踏み込むぞ。うん。バン君とアニ。ああ、なるほど。はいはい。うんうん。そこまでの気配は感じないけど何人かいる。へえ。そこまで大物ではないけど何人かいる。オッケー。で、またダンジョン攻略ですかね。はい、採用まで来ました。で、A ボイスが何個か来てました。流しますね。環境に向かうには迂回して上に上がる必要がありそうだ。その上、結社の大型人形なんかも紛れ込んでいるみたいね。それじゃあ道を切り開くとしようか。これが最初の方で、途中から登るときにね。この上だな。一気に行くぞ。ええ、待ち伏せに気をつけつつ突入しましょう。で、こっからが採用付近。あいつらは。そういうことか。そういうことかということで、そういうことみたいですね。では行きます。やはり CID のカエラ少尉か。それにまさかと思ったけど、アルビス君も迷いがありそうだったからね。やっぱりアルビス君だったのね。まさか CID の人たちとこんなこと。エレインさんこそ今になって何を驚いているんですか。カルバード遊撃士協会は特別措置としてグラムハート大統領の逮捕に協力する。あなたも賛同したはずじゃないですか。レマン総本部からの承認とジンさんの決断を。ジンさんまで取り込まれてたらどうする。ギルドが大統領を逮捕するって。ええ、遊撃士は政治不干渉が基本だけど、それを無視するほどの侵食みたいね。ほんとそれ。アルビス君、ことの経緯を改めて聞かせてもらえないかしら。本当に忘れて、何があったのか知りませんが、何度でも教えてあげますよ。3年前の大統領選であの男が何をしたのかを。3年前、ロックスミスさんと戦った時。最近ギルドの調査と CID の内部告発で明らかになったんです。へえ。グラムハート陣営が選挙工作にアルマータや反移民団体を使っていたことが。なるほど。なんかさ、侵食と分かっていながらもへーって聞いちゃう。その結果、少なくない民間人の犠牲者が出て、やつはそれすらも宣伝に利用して。もし本当だったら下道すぎるけどね。なるほど、そういうことになっていたのね。今のあなたの中では3年前というと、現大統領が前職を破った大統領選とやらかい。うん。ああ、当時の選挙工作に賛否はあるものの、法に触れる類の活動はなかったはずだが。こんな話を受け入れてしまうなんて、熱意と正義感があだになった感じかしね。私もそう思う。あと迷いね。それで彼と比べて君の方は随分と落ち着いているようだな。彼ら少尉ね。計画とやらに加担しているのなら
改めて話を聞かせてもらおうか。カエラ少尉、アルビスさんの主張はともかく、私の方は特に言うことはありません。あくまで個人的な理由で大統領を排除するのみ、ギルドの事情とは関係ない。3年前の件も先ほど初めて聞きましたが、私はそれより前から決意していましたから。なんかその本人の思惑も絡んできてるから、なんかそう思った経緯を聞きたくなるよね。なるほど。経緯がどうであれ、君なりの覚悟があってのことというわけか。だが覚悟ならこちらも決めている。お、実力行使で行かせてもらうぞ。アルビス君も悪く思わないでちょうだい。さ、武器を取り。エレインさんこそ、俺が目を覚まさせてあげますから。腑に落ちないことがあったとしても、私が弟とコーディーと誓ったことだけは信じる。歪んじまってもどちらも持ち前の気概だけは本物ってところか。うん、ならそこに筋が通ってねえってことは、俺たちが気づかせてやるしかねえみたいだな。はい、シャード展開。エレインさんが相手でも邪魔するなら排除します。ノーエントリー。どうしてこれは吹き飛ぶ。なんか5ターンぐらいで終わっちゃったんだけど。やりました。まだまだ精進あるのみよ。ギネシスが光った。あ、戻るってこと。おお、戻った。いや、ありがとう。外にいたデミグレンデルの群れも今しがた一斉に消滅した。なるほど。バックアップと復旧は順調。それどころじゃない。お、なんだあの人たち。誰誰。ベルモティ、何かあったのか。何やったの。ええ、大変なのよ、バンちゃん。落ち着いて聞いてちょうだい。何。軍の第11師団がたった今首都の各所で一斉蜂起したみたいなの。え、早っ。第11師団、この基地から姿を消した段階で警戒はしていたが、やはり軍の一口稼働を使ったか。ああ、そんなの。それにしてもこの展開速度はね。もしかしてクーデター。九段の計画というのはこれか。うん、ついに始まってしまったのね、コーディ。せめて私が止められれば。ああ、コーディ君がクーデターの中に入ってるんだ。そういえば先ほどからコーディ順位のことを懸念していたが、彼に何か心当たりでも。ええ、今回の異変ですが、弟のコーディが原因である可能性が。来てんね、ここに来て重要人物。あのコーディさんがロックスミス前大統領のお付きか。そういやお前さんの弟だったな。今は首都にいるようだが。計画は関わった人間がそれぞれ持つ大統領への疑念が歪むところから始まったわ。もともとグラムハート大統領をよく思ってなかったコーディの暴走を皮切りに次々と。なるほど。これまでのパターンからすると侵食の起点になった可能性は高そうね。ああ、でも軍の放棄まで起きた以上、一人を抑えるだけじゃ済まないとな。ともかく今は状況把握が優先だ。ルネ、そっちで何か掴めたか。今確認中だ。とはいえ放棄した主力は首都の第11師団だけの可能性が高い。確か師団長が地方演習で不在だったはず。その意味では何とか隙をつけるかもしれん。いや、隙なんてありえないだろう。
クーデターの采配を振る彼らがその程度の介入を予想しないはずは。だからといって尻込みしてるのも違うくない？え、さっきも言いかけていたあの人たちね。陳さん系？ええ、私たちにとっても最も敵に回したくない二人よ。イオアンさんとジンさんみたいな。なんても先を読み、ほころびだらけの反乱に秩序と統制をもたらす断りに通じる達人たち。まさかそれって。でも確かにマラソン中いなかったもんね。信じたくはないが、最も条件に合致するのは。おいおい、そう来るかよ。そうだ、このクーデターを動かしているのはあのジンさんとキリカ室長なんだ。キリカさんか。あー、なるほどね。そう、確かにジンさんだけだったらあれだけど、確かにキリカさんも加わったら、あ、ダメかもって言いたくなる。確かに、ごめん。まだ11時4分でございます。なんだ？どうして軍人が？いや、おいおい、一体、まあ、市民巻き込む系は多分そこまではしないと思うけど、あんまりゲネシスが発動するような事態にはならないでほしい。カルバード共和国軍第11師団である。大義により、仮にもね、そのグラムハートさんが許せないって言ったって、国と国民だからね。そこの手は出さないですね。独裁政権を打倒？バカな。何して？大統領側の抵抗次第では、残念ながら市街地での戦闘も予想される。みんなお家帰って。市民諸君は、すべての決着がつくまでの間、屋内に待機し、我らの大義を見届けてほしい。大義だなんて、わかったっての。今はとにかく仲へ。コーディ君いる。グラムハートめ、まさかこんな素早く姿をくらますとは。てか、確かに実際本人今どこにいるんだろうね。だが絶対に逃がすわけにはいかない。なんとしてでも俺が。サイデン地区ですか。わあ。あ、これロイグラムハートさんも乗ってる。相手は巫女小隊クラス。増援の気配はまだありません。弾幕が切れたあたりが反撃のチャンスだ。このまま牽制し続けてほしい。ライアン議員がついに喋った。了解。正解より降り注ぎたる叱責よ、高き力となれ。シールド殿下、自分も戦いに強いな。セブンシャムス、かっこいい。もういるいる。あ、自己紹介ありがとうございます。お見事です。殿下、さすが光王家秘伝の宝石術ですね。ねえ、すごいよね。ほんとシェリド殿下とナージさんのボス戦だけは本当になんかこう、いやって感じ。いい意味でね、褒めてます。これくらいは。あちらの二人に比べればまだまだでしょう。とは女子はともかく、ライアン議員までも実戦経験が終わりとは思わなかった。なんかその、そもそも軍事的な感じで言ってそうではあったよね。私と同じく若かりし頃に従軍経験があるそうですから。そう。おっと、わあ、来たよ、ロケットランチャー的な。ロケットランチャー。いけない、殿下、大統領閣下も。マジで殺す気満々じゃん。どうか退避。退避でなんとかなるんですか。うまい。そんなことある。おお。退避、一旦退避しろ。すげえ、カウンターした。どんな弾なの。 お見事です、閣下。どういうこと。さすがは元空挺部隊中佐、
シュバリエ勲章をお持ちなだけは。シュバリエ勲章だと。昔取った絹塚というだけですよ。へえ。それより皆さん、巻き込んでしまって本当に申し訳ない。狙いは間違いなく私でしょう。どうかこの辺りで離脱してください。大統領閣下何言ってるんすか。いや、それは聞けませんね。友好国を揺るがす危機ともなれば。おお。私も同じく、野党も与党も関係なく、とても見過ごせるものではありません。ライアン議員がすごいいいな、いいポジションもらってるな。及ばずながら私もそれなりに実践経験はあるつもりです。ねえ、見てきたわしら。今回の討論会の主催者として安全の確保まではお付き合いします。うん、揃いも揃って。だが、ありがとう。お言葉に甘えよう。タイレル通信のマリエル君だったか。君の方は。私もどうかお付き合いさせてください。この事件を読者に届けるためにも足手まといにならないようにしますから。強いマリエルちゃん、頑張れ。マリエルさん、仕方ない。ならばくれぐれも下がっているように。いいんだ、いいんだね。伝え聞く強運ぶり。あ、せっかくだからあやからせてもらうとしよう。すごいな、グラムハートさんのお耳に届く届くぐらい轟いてるんだ。はい。えーってなるよね。マリエル君のラッキー体質は私も耳にはしていた。いいんだ、それみんななんかそういうの信じるんだ。やっぱり様々な情報を把握されているようですね。きっと奇跡プレイヤーなんだろうね、ロイグラムハートさんは。皆さん、首都警察再現所バリケードの準備が整いました。おう。籠城するならどうかこちらへ。しばらくは持ちこたえられるでしょう。おお、ありがたい。閣下、一旦そちらへ。うわあ。なんだと。大変。うわあ、来た。ついに見つけたぞ、グラムハート。ロックスミス閣下の仇、今こそこの手で取ってやる。いや、ロックスミスさんは死んでも死なないのよ。撃て撃て撃て。腐ったれが。死んだことになってんの、それとも立場的な話をしてんの。あの人は帝国にも工作に来ていた。ね、千の奇跡読んでね。うん、いずれにせよ彼らを待つしかなさそうだな。何、バン君たち、そんな車はここで信頼してくれてる。予定通り万太夫地区へ向かうぞ。おう。狙撃手はいない。接近してくる者のみ無力化し、ゲストたちの安全確保を最優先せよ。イエス、ミスタープレジデント。ミスタープレジデント。おお、そんなもの持ってんの。暗いたまえ。かっこいい、スマートですね。バンタユ地区はまだ行ってないね、わしら。あの、2で。おのれ、姑息な真似を絶対に逃がすな。車は頑丈だったな。第3フェーズへの移行を前倒ししたわ。各外区の制圧も順調に進んでいる。ちょっと待って、どういう、なんかよくわからないところでタイトル曲を流されたんだけど。なんかこっちが主人公みたいな感じの雰囲気醸し出してきたんだけど。ああ、想定外が起きない限りは最小限の被害で計画を達せられるだろうな。ご苦労。わあ。不動に飛燕浩二殿。ここにいたか、ガーデンマスター。少々の無理をしてでも二人の力を借りて正解だったよ。なんか何、一番最初以来出てきてなかった、デミグレンデルじゃなかった、グレンデルゾルガの元の人じゃん。少々の無理か。え、シュミラクラってこと、どういうこと。多方面の侵食に力を割くあまり細かい部分まで改変しきれない状況。おお。そんな中でわざわざ裏技を使ってまで私たちという駒を揃えるとは贅沢なものね。やっぱなんかこの二人ってすごくてラスボス級なんだなって。
わざわざ裏技を使ってまで私たちというコンマ。言っておくが、これで失敗したら次こそあんたは罪だと思うぜ。今倒れてるのが本人っていうことだよね。で、それを模したなんかどっちかっていうとシャード体みたいな感じに見えたね。こんな回りくどい手に出るってことこそほころびが出始めた証だろうさ。ご忠告ありがとう。だが君たちにそんなものは求めていない。ルールに縛られたうつろな存在、課せられた役割を黙って果たしてもらおうか。ふん、影の国と同じようなことが自分自身にも降りかかっちまうとはな。あー、サードの影の国か。第八とやらによって再現された本人と同じ思考と能力を持つシャード体。なんかシャード体っていうとなんか実体なさそうに見えるけど、何かに触れることできるのかね。あ、でもできるか、バリアとかできるんだもんね。やばいな本当にシャード。守護者として立ち塞がったお前とやり合った時のことを思い出すぜ。いやもうなんか確かにもうなんか空の奇跡民どういう感情でいればいいのかなって測りかねてますね私は。残念ながらそちらの記憶は私は持ち合わせていないのだけど。ああ、サードね。悪趣味極まるやり方なのは間違いないわね。いえ、ゲスの所業とでも言うべきかしら。まあ奇跡のやり方かね。何を言われても響かんよ。それではこのまま進めてもらおうか。後ろの人めっちゃ気になる。君たちが立てたクーデター計画、最後まで存分に楽しませてくれたまえ。あ、そっか、ジンさんとキリカさんを作ったっていうだけで、そっから2人の能力を使って構築したのが今回のクーデター計画なんだ。なるほど。失礼するわ、虚しき庭園の主殿。どうするの？二人とも。もうすぐだ。もうすぐ我が悲願が成就する。この国の誤った歴史と価値観、すべてを塗り替えるための序曲が奏でられる。プロローグの時にも言ってたよね、似たようなことを。彼らは再現されたシャード体。でも元は存在している。アルテラはどうなの？だったら私は、ひょっとして同じように。そんなことあるはずがないわ。一回気づいたっていうか声かけてもらったけど、再起動で亡くなったことになっちゃったもんね、あの事件っていうか出来事ね。私はアルテラ、赤黒い獣を権限できる唯一無二の AI なんだから。やっぱり間違いなさそうだ。あー、ラーちゃんね。侵食によって改変、再現された存在、本体の意思など構わず刺激される。それは俺も同じか。飛び込まざるを得なかったとはいえ。そう悲観することもなかろう。え、喋った？あんた、言葉を。最初から喋ってはいたが。最初から喋っていた。認識できなかったってこと？別に意思を持たぬわけではない。え？それより耳を貸すがいい、剣の少年よ。どういうこと？終局へと導くのはこの私、庭園の主にして真なる革命を成し遂げる者。この欺瞞に満ちた国を、いや、ゼムリアを新たなる時代へと導くことをここに誓おう。それがこの都合のいいからくりを得た、いや、天命に選ばれた者の責務なのだから。なるほど、なんかちょこちょこ紙視点になるんだよな。待って、めっちゃ喋りたい今。ちょっと待って、今すごい喋りたいんですけど。まずガーデンマスターめちゃくちゃ気持ちよさそうで、ここのやり取り聞けてないんだよね。
ま、でスーちゃんはやっぱりあのラーちゃんの確認とこの状況を見極めるために今ガーデンマスターと共にいるっていう感じ。ジンさんとキリカさんって今意識ないけどさ、やばいな、そう、まあでも意識ない、そこまで意識ないようなことをされちゃったんだね。なるほど。でもやっとガーデンマスター出てきましたね。でなあちゃんがいないんだよな。うん、っていう感じですかね。ちょっとキリが悪いですけど今回のパートはここまでにしようかと思います。ここまで見てくださってありがとうございました。バイバイ、またねー。